はい、それでは、今回のゲストでございます、漫画家の橋本智弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。漫画家の橋本です。ハッシーって呼んでください。よろしくお願いします。今回はですね、YouTube に必要なチャンネルに必要なあの、アイコン、ポッてこう出るやつあるじゃないですか、あれをですね、まあ、ちょっとハッシーさんって呼ばせてもらうんですけど、ハッシーさんに僕の似顔絵を描いてもらおうじゃないかというところでオファーしたところ、心よく、ええよ言うてね言っていただきましたんで、ちょっとお願いしたいと思います。書きましょう。と同時にですね、実はあの私たちですね、同郷でして。そうなん、この前発覚したんですよね。そうついこの前知り合ったのは去年のワールドカップ、ああそうだね、その時にね、お店で一緒に見てたっていうか、ね、別のグループと一緒に行って、そうです。でそこのあのタバコ吸うコーナーとかで、あーこんにちは、よかったねとか、まあその日の試合も良くなかったけどね。そうですね、まあ、あの時あんまり良くなかったけど、まあそっからの中でなんかいろいろ飲み行こうかってなってから、Facebook かな、なんか、そう Facebook っていうとあの自己紹介書いてあるから、そこにアイスケンっつって、そう、で終わり朝日市育ちですって書いてたら、終わり朝日なんですよ、僕ら育ちが、まあ生まれはどっちも違うんですけど、終わり朝日言うても誰も知らないと思う。愛知県の終わり朝日というですね、とても素敵な場所がありまして、名古屋の隣のめちゃくちゃ小さい市なんだけど。いや本当にね、申し訳ないのは、あの名古屋出身ですって言ってますけど、僕はあの終わり朝日です。そう、あれね、名古屋人あるあるだと思うんだけど、終わり朝日って説明しづらいじゃん。しづらい、どこってなるから、それめんどくさいから名古屋ですって答える。そうなんですよ。で時々名古屋出身の人に、え、僕も名古屋だけど、どこ何食って言われた時に困る。正直に白状する、終わり朝日ですって。すいません、嘘ついててごめんなさい。というね、これあるあるですよね。あるあるですよね。というわけで、まあ、今日はですね、ハッシーさんに、あの僕の似顔絵を描いてもらいながら、ちょっと終わり朝日市の時住んでた頃の、まあ、思い出話なんかをね、語っていきたいなと、あの頃僕がまだ、まあ、18歳までいたんですけど、その時まだね、多分人口が6万人ぐらいだったんですけど、平成22年とかでもうすでに8万人上がったんですよ。今多分めちゃくちゃ増えてる。そう、だから多分今10万人ぐらいいてないかな。へぇー。ちょっと後で調べてみようね。調べて、多分ちょっと10万人のね、終わり朝日市の皆さんよろしくお願いします。俺20年前に東京出てきたんだけど、だから22まで終わり朝日市にいて、20年前でもまあまあ栄えてたというか、あの住宅地なんだよね、終わり朝日市って。はい、そうですね。だすごい、あの名古屋のベッドタウン的なところあるから、住宅がすごい建ってて、俺が愛知県に来た小学2年生の頃はめちゃくちゃ田んぼ畑ばっかりだったよ。へぇ、田舎だなと思って。その時名古屋の中区栄から引っ越してきたんで、あ、じゃあもうすげえ田舎に来たなという小学校2年生ながらに思ったもん。それがどんどん家がどんどん建ってって。うん、そうですよね。そうそう、まあ、でも僕もでもそんなになんか名古屋の人がこう田舎って言うけど、そんなその田舎ってあんま感じないですけどね、なんかいろいろなんだかんだいっぱいあるじゃないですか、そのでっかいスーパーとか、スーパーってあるんですけど、なんていうんですかね、あの商業施設っていうんですか、服も買えるし、服も買えるし、みたいな複合施設ですよね。すごいいいとこなんですよ、皆さん。終わり朝日市、ぜひ行ってみてください。なんもないですけど。なんもないとか言ってない。なんもないとか言ってない。なんもないけど、本当になんもないじゃん。別に観光地じゃないからね。あの、住むところだよね。そうですね。そうそう。そうですね。だって高校の時に、俺終わり朝日市だって言って、名古屋の高校行ってたんだけど、森山高校っていう。はい、もう名古屋のやつがめっちゃ終わり朝日とか瀬戸をね、バカにするの。あ、しますね。すげえ田舎者だってバカにしてた。あいつら今終わり朝日住んでんだよ。おっさんになって、家族できて、今終わり朝日住んでんだよ。お前、どの面下げて住んどんだって思う。腹立つ、そういうやつ。一番立つ。まあでもね、こちらとしてはね、まあ、そう、いいとこだよね。いいとこ、住むにはいいとこだね。いいとこですから。じゃあちょっと早速、じゃあちょっと、はい、似顔絵でしょ、はい、買いに行きましょうか。お願いします。はい、じゃあ早速買いに行きましょうか。はい、お願いします。どんな感じがいいとかなんかある？まあでもやっぱりとりあえず可愛い感じ、可愛い感じ、可愛い感じで、そう、まあ、じゃあラストしてね、サラサラっといきますか。はい、これね、やっぱりね、普通にだんまりしてたら怖い系な顔なんですよ。
はいはいはい、普通にまあシュッとしてるよね、うんうん、だからちょっとね可愛めにしていただきたいなと思いますね。可愛くいこうか。ちょっと書いてもらってる間に質問ガンガンぶつけてもいいですか。あ、いいよ。なぜ漫画家を目指そうと思ったのかっていうところですね。なぜか、なぜか、それはやっぱね、ちっちゃい頃、まあ、みんなそうだけど漫画好きだよね、うん、で漫画家になりたいって思った、はい、小学校の頃とか。小学校、うん、あ、やっぱ早いんですね。でなんか、ま、クラスでさ書いて、はい、例えば学校の先生だとか友達とかをさ、はいはい、もじっていじってさ、はいはい、それをさ書いてで、ま、クラス回し読みしてみたいな。ああ、そういう子いたでしょ。あ、いましたいました、うん、そうそうそう、そういうことか。それでなんかみんな大人になってそういう漫画家なんて夢はね夢だなっつって普通みんな堅実の道行くんだけど、俺はずっと漫画家になりたいっての持ってた。へえ、そうなんですね。そうそうそう。じゃあもう本当に小学生がプロ野球選手になりたいとか、うん、なんかサッカー選手になりたいとかそういう感じだったんですね。そうそうそう、まあ本当夢だよね。ああ、では心の中ではもう俺はもう漫画家になるんだってずっと。そう、でもある程度やっぱ高校ぐらい、大学も行ったんだけど、はい、名古屋学院大学ってとこに行ったんだけど、その頃はもう漫画家夢かなーってちょっと思ってた。ああ、無理だろうなと思ってたんだけど、近所の友達が家来て、はい、お前絵うまいから漫画になればいいじゃんって、それで俺稲穂走ったからパリッって、はい、あ、俺漫画になる、お前大学どうすんの、やめるっつって言って、マジで次の日学校やめちゃって、やばで、漫画、その春休みだったんです、はい、ちょうど、だからもうやめて、はい、漫画、俺漫画になるって言って、お母さん、大学やめてきたって、あんたどうすんの、はい、漫画になる、はぁ、へなへなってなってたけど、漫画なんかなれんのあんたって。なれる、俺天才だからみたいなこと言っちゃって、はい、まあうちのお母さん、まあいいよ、じゃあ頑張り、みたいな感じで。へぇ。で、どうなったらいいか分からんから、とりあえず東京行って、アシスタントするわと。はいはいはい。で、アシスタント応募があったんで、ヤングマガジンとかで。あ、はいはい、はい。そこで応募を見て、久保先生が、俺の師匠の会社の久保先生がいたんで、はい、大ファンだったので、リアクション送ったら、ああ、じゃあうち来なさいって言われたんで、へぇ。まあそれきっかけで東京出てきて、え、もうそのまま。それって、その、オーディションっていうか、募集して、うん、そんな、ね、書類審査みたいなオーディションだよね。そうっすよね。で、その時の橋本さんの画力じゃないけど、うん、そうそう、そういうのも書いたよ。あ、書いたんすか。書いた書いた。履歴書と、はい、あとどんなもん何本ほど書けんのやっていう、だ背景とか、はいはいはい、ビルとか室内とか書いて、一緒に同封してさ。え、それってそのあれがあるんですか、その項目、これ書いてくださいこれ書いてくださいって。あ、まあ、あ、それもだからそれがビルとかいわゆる背景、はい、あ、うん、そうですね、アシスタントだから、そうそうそう、その漫画家さんには必要だから、そう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 。ああ、じゃあそれで受かんなかったとしても、でも別にまあ、受かんなかったら違う人を応募してみたいな感じで。今もそうなんですか、そういう、まあ、漫画家になる道の話でしょ。そうそうそう、まあ、基本的にはね、漫画新人賞で応募する。新人賞、うん、各雑誌やってる新人賞に応募して、はい、漫画書いて応募して、はい、で、賞を取る、はい、で賞を取ると担当がつく、はい、でその担当と編集と打ち合わせをしていってデビュー連載という道になる。へー、そうなんですね。そうそうそう、知らなかった。聞きましたか、若い子たち、漫画家目指してる。逆にミュージシャンにはどうやってなるんじゃないと俺なんか思うけどね。いや、ミュージシャンなんかもう、俺ミュージシャンだって言ったらもうミュージシャンですから。それは漫画家もそうなんだけどいや、プロってどこから、まあ、そうですよね。プロにはどうやってなるのっていう、ま、音楽だけで食いたいんだけど、ね、そのどういう道をたどればいいのみたいなのがあるよね。どうなんすかね、そこら辺って、うん、なんか音楽家っていろいろいるじゃないですか、うん、形が様々だから、うん、例えばちょっとできたんだけど、え、早い、軽くできたんだけど、もうできた、早い、いいよいい、すごい、こんな感じ、どう、いいですね、いいですね、かわいい、かわいい、ちょっと縮める、そういうのもできるんだけど、ちょっと縮めたりしていいですね、長くしたり、正方形ぐらいしたらどうなの、かわいくなんて、やっぱり長いよりはもうまん丸い方がいい。そうですね、ちょっとでも面長だから、はいはいはい、似なくなっちゃうんだよね。そうか、そこなんで。あ、でもいい。いいですね。こんな感じに。いいですね。かわいいですね。こういう目の方がいいでしょ。ぽいもんね、そっちの方もね。あ、いいですね、いいですね。
これ鼻をちゃんと描いちゃうとリアルになっちゃうんだよね。そっか。だからね、かわいくなんない。いいですね。で、あれしよっか、汗よ。あ、汗かいいですね。汗かいて。それもサウナ、サウナ、カオス、カオスってやつを。あのこれよりなんか汗った感が。これやばい。これめちゃくちゃ汗かく。めっちゃ追いつなんか、アイコンが欲しいんでしょ。アイコンってみんな結構普通の顔してるじゃん、はいはい、なんかちょっと表情出してこうよ。そうっすね、そうっすね、いいっすね。ちょっとどうですか、うん、ちょっとこれじゃああれですかね、こっちにバッてこう、あ、こっちに見せる、見せます。見えるかな。こんな感じでどうでしょうか。見え入ってますか。いい感じ。これやばい、汗かいて、なんかもうこれ冷や汗ってことですね。でもこの状態、そうそう、冷や汗、冷や汗でもそう頑張ってみてね、うん、いいですね。で、顔の縦線を消せば普通の汗になるので、うん、一生懸命なんかダンス踊ってるみたいな感じになる。そうですね、やっぱ一生懸命ねやっていくんで、うん、僕は、はい、じゃあこんな感じで、あれじゃあうちでさ仕上げてくるからさ、はい、でアイコンとしてあげるよ。ありがとうございます。で、ちょっとした体、いわゆるバストアップって呼ばれる感じでさ、そうですね、胸上で感じでやればいいんだよね。そうですね。服どうすんの。服はもうエプロンにしたい。エプロンで。エプロンでもね、これね、伝わらないよ。エプロンならないよ。まあ、ここまで書けばいいんだけど。そっか。なるんだけど。まあ、ここら辺、ちょっとアイコンだったらこれぐらいになっちゃうね。あ、まあ、そうですね、アイコンだったらまあ、そうですね。まあ、こんな感じで。そうですね。うん。アイコンも全然これで、うん、僕は全然大丈夫です。オッケー、じゃあこんな感じで、はい、仕上げて、書いちゃいましょうか。あのさ、はい、告知をさせてもらっていい？はい。あの、俺、トネガー以外にもサウナ飯っていうのを、はいはいはい、やってて、あ、読んでもらってもいいですか？読みました、はい、読みました。そうそう、あれ、ね、今度ね、電子で、単行本2冊にまとめて出るので、その作業終わったから、8月、9月、まだ、正確に今はまだ分かんないんだけど、あ、まだ分かんない、はい、8月9月あたりに出るので。おめでとうございます、はい、なので、はい、あのサウナ好きなの。いや、それはね、そのハッシーさんと、うん、あの知り合ってから、うん、そのまあ、今その漫画トリガーで、うん、あの東京サウナ飯っていうのをやってるんだよ、うん、なってから見たんですよ、はい、で僕サウナめちゃくちゃ嫌いだったんですよ。おで、でもそのあれいいのね、あのサウナの入り方もちゃんと、うん、あの書いてあるし、 ね、その後のビールとか、そうそう、あの飯、サウナ後のお楽しみをね、そう、うん、あれを見てね、うん、でうわめっちゃサウナ入ってるんだったんですけど、まだね入ってないんですよ。あ、マジで、うん、それいいな。今日なんかすげえ暑いからそのままサウナ行ったらめちゃくちゃ気持ちいいよ。やばで、その後ビール飲んでみ。やばいね、もうね、それヘブンだよ、ヘブン。で、ちょっと、行きますか。いいに行きましょうか、うん、今日。よし、というわけで、じゃあ、うん、行きましょう。締めて、締めて、締めて。はい。はい、じゃあ、本日は、うん、漫画家の橋本智弘さんでした。はい、ありがとうございました。今日は。よし、じゃあ、行くぞ、行きましょう。行きましょう。はい、ここ。はい。はい、それでは、おいし、橋さんの、おいおい、おすすめのサウナに、はい、都内で、都内行きたいと思いますけど。都内って言ったらね、はい、赤坂、ここから近いよね。赤坂 ね、あのね、オリエンタルっていうとこあって、そこね、はい、100度のサウナなの。初心者向きじゃないと思うんだけど、間違いなく決まるんですよ、そこ連れてくから今。100度絶対大丈夫、めっちゃ気持ちいい。100度行きます。もう行く行く。いきなり。まあ大丈夫、絶対大丈夫。じゃあ行くぞ。もう早く早く早く。行きますか。行ってきます。はい。タクシー。